ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原正史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていきます。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、ようこそギター友ね、ということで、はい、また素敵な友達に来てもらいました。はい、早速ご紹介したいと思います。はい、今回のゲストはギタリストの松澤由衣子さんです。どうぞお越しください。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、それでは早速1曲、はいはい、お届けしたいと思います。ね、はい、スペイン民謡エルプエルトです。どうぞ。エルプエルトでした。ちょっととても静かな曲ですね。そうですね、あのエルプエルトっていうのは、まあ、港というような意味なんですけど、うん、ああ港で何があったんでしょうね。気になりますね。気になりますね、ちょっとね。はい、はい、ということで、はいはい、今回の話題は実はね、大学のねギターサークルっていろんな大学にいろんな盛んで、はい、それこそね、生まれてくるか、まあいいや、はいはい、もういろんな大学でね、うん、学あのクラブが創立50年とか、うん、創立40年というのはね、うん、目白押しなんですよ、はい、いろんな大学で、うん、で非常にこのクラシックギターをね、やっぱりこう好きでやってる方が多くて、部活もそれだけ歴史が深い、うんうん、で僕なんかもね、今はやってませんでしたけど、その大学のギター部のコーチでね、うん、行ったりしてたんですけどね、はい、実は松田さんはちょっとそこのね大学のね、はい、ギターサークルにお呼ばれして行ってきたっていう、はい、その話を今日はねちょっと聞かせてもらおうと思います。はい、はい、その大学というのが、東大の、古典ギター愛好会にお邪魔させていただきました。うん、はい、あのね、ちょっと東大のギターは僕も縁があってね、僕のやっぱり門下生、うちの師匠の門下生で同期ののに東大のギター部がいて、だから東大によく遊びに行ったりしました。そのクラブに。でうちの先生のね小原彩子さんもそこのコーチをねされてたりとかいう、そんな縁もあるんですね。で今回はなんか知り合いが卒業生でいてね、はい、それで由紀子ちゃんのこと知ってて、ぜひ来てくださいということだったんですね。はい、ね、ありがたいことで。ありがたいことですね。5月祭で演奏されたんですよね。そうです。5月祭っていうのはいわゆる東大の学園祭。そうですね、学園祭ですかね。学園祭ですね。どうでしたか、行ってみて。ものすごい人でびっくりしました。まずはそうですね、朝午前中から行ってお邪魔したんですけども、はい、もう見渡す限り人々どこの催しも大盛況っていう感じで、あ、そう、ものすごく賑わってました。ちょっ
ど、楽しかったです。ちょっと私も散歩をさせてもらったりしたんですけど、やっぱりいろんな、ね、アトラクションとは言わないんだろうけど、そういうものがある、いくつか見て回りました。見ました。一番驚いたのはあのたたら製鉄、はい、すごい、はいはい、あれを 実演している団体さんがあってびっくりしました。でも周りもすごいびっしり人が、なかなか見れないですね。見れないし聞いてる人ではーっていう人がたくさんいると思います。ちょっとでネットで調べていただいて、あ、そんなことまでやってるんですね。でそのギター部っていうのはあの愛好会か、あの何人ぐらいの、50人くらい、ね、結構大きいですかね。じゃあその愛好家の皆さんも演奏していく中に混じって、まあ、ゲストで中に、はい、お邪魔させていただいて。そうですか、はい、皆さんのそのレパートリーはどうですか。すごくいろいろなレパートリーで、クラシックから、なんていうんですかね、最近の流行りの曲とか、あとはジャズっぽい曲だとか、いろいろ多岐にわたってっていう内容の楽しいコンサートでした。そのくらい人数いるとね、いろんな人がいて、じゃアンサンブルなんかもやったりしてるの。アンサンブルは、普段はやってるってお話でしたけど、その5月祭のコンサートではみんなソロで。なるほどね、そういう回なんだね。その時じゃあね、弾いた、ね、はい、そうですね、様子をちょっとね、はい、あの見せていただきましょう。はい、思います。グラナドス作曲アンダルーサです。どうぞ。
ラナドス作曲アンダルーザでした。はい、うん、あのお客さんの距離が近いようにも見えたんですけど、あちらは教室で演奏されたんですかね。教室でした、うん、あの私が教壇の上に、はい、あの乗って、うん、そのお客さんから一段少し高いところに乗って演奏しました、うん、やっぱり距離も近かったんですか。距離は近かったですね。あのたくさんのお客さんが入ってくれたのもあって、はい、もう最前列から人が埋まってたんですけども、うん、その最前列との人と私の距離がそうですね、ちょっとゆきさんぐらい、こんなに近いですか。ゆきさんよりも近かったぐらいなんで、聞いてる人も緊張したんじゃないかな。そうね、うん、そうですね、私も司会に入るし、そうだよね、間近でドキドキしながら、うん、そうですね、そう普段ないよねそんな近いのは ね、 ね、うん、また何か機会あったらこういうのとかいかがですか。あ、そうですね、ぜひ、声かけていただければ、ね、うん、ご覧になってる方でね、はい、うちのサークルにも来てくださいぜひ声をかけてください、はいはい、ここで演奏できたら楽しいです ね、 ね、はいはい、よろしくお願いします。ということで今回のゲストは、はい、ギタリストの松澤由依子さんでした、はい、ありがとうございました。それでは今週もお別れの時間となりました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください、はい、ホームページもぜひ訪ねてください、はい、よろしくどうぞ。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。Thank you.